ちは再び塔を登り96階へ至った。96階は元老院と呼ばれる機関。そこには体を箱の中に埋められ、人とは思えない扱いをされた元老たちの姿があった。元老たちはカーディナルの言っていた通り、禁忌目録への違反指数を監視し、最高司祭へ報告する業務を行っていた。元老もまた神聖術に秀でたものを最高司祭が見つけ、感情や思考を封じて監視装置に作り変えられた存在、アドミニストレーターの仕打ちに激高するアリスだったが、今次の階へつながる階段を見つけるべく俺たちは先へ進んだ。アリス、どうかしたのか？いえ、何も。ただあの元老たちの部屋に入った時、一瞬見えた光景があったのです。遠い昔の記憶です。それじゃあ記憶が戻ったのか？いえ、ほんのわずかなもので記憶とは呼べません。ただあの時の私は、この部屋は、ここを通らないと先には進めなさそうだ。入ろうか。あれは、そんな、最高司祭様、もったいない。なんだこの声は。元老長チュデルキン。お前、30号、なんでこんなところにいるんですよ。反逆者の片割れと一緒に塔の外に落っこちて落ちんだはずですよ。私を番号で呼ぶな。私の名はアリス。そしてもう30号ではありません。裏切る気か、このクソ騎士風情が。てめえら聖護騎士は単なるデックのくせに、私の命ずるまんま動く操り人形のくせに、こともあろうに下下を、最高司祭アドミニストレーター様を裏切るだと。我らを人形にしたのは氷協会でしょう。シンセサイズの秘技によって記憶を封印し、強制的な忠誠心を埋め込んだ上で、天界から召喚された騎士だなどというまやかしを信じさせたのですから。なぜどうしてそれを封じられたとはいえ、わずかに残っている記憶もあるようです。隣の元老院に踏み込んだ時、一瞬だけ見えた光景、不安と恐怖に怯える少女を広間の中央に縛り付け、元老たちの三日三晩に及ぶ多重術式によって心の壁を無理やりにこじ開けた。それがシンセサイズの秘技の真実。ええ、その通りですよ。どこぞのクソ田舎から連れてこられたお前は、まず2年間修道所見習いとして育てられた。生活規則の抜け穴を見つけて、セントリアの下司祭を見物に行くようなおてんばでね。それでも一生懸命に勉強すればいつかは故郷に帰れると信じて頑張ったんですよね。でもね、そんなわけやねえんですよ。神聖術行使権限がたっぷり上がったところで来ました、強制シンセサイズ。二度とお家に帰れないと知った時のお前の泣き顔ったら、もうそのまま石に変えて私の部屋に永遠に飾っておきたかったくらいですよ。お前今妙なことを言いましたね。強制シンセサイズと、まるで強制ではないシンセサイズの儀式があるような口ぶりではないですか。案外と耳ざといですね。その通りですよ。6年前のお前は通常のシンセサイズに必要な内緒の術式を唱えることをガンとして拒みましてね、仕方なく自動化元老どもの任務を一時停止して、お前の大事なものを守る壁を術式でこじ開けさせたんですよ。そのおかげで私もめったにない見せ物をたっぷり楽しめましたけどね。強制シンセサイズの第一段階が終わって、
意識を失ったお前を最高司祭警官のところに運んだものも、何を隠そうこの私なんですよ。そこから先は残念ながら見せてもらえませんでしたけどね。ついに儀式が完了し、聖護騎士として目覚めたお前は、自分が天界から使わされた神の使徒だと信じきってましたよ。他の騎士連中と同じにね。あたしゃ、お前ら騎士どもが天界運の言ってるのを聞くと、もうおかしくておかしくて、腹の皮が破けそうに。元老長チュデルキン、あるいはお前も聖護騎士と同じ犠牲者。最高司祭様に人生をもてあそばれた哀れな道化なのかもしれないと。しかし、たとえそうであれ、お前は己の境遇を存分に楽しんだようです。ならば、もはや思い残すことはないでしょう。私もお前の話はもう聞き飽きました。シュデルキン、ほひほひ術式ばかりが芸じゃねえんですよ、バーカバーカ。追ってくるならどうぞご自由に。次はきっちりたっぷりもてなしてやりますよ。この部屋、私この部屋を知っています。ここは6年前聖護騎士見習いとなった私が目覚めた場所。行きましょう。まだ聖護騎士が残っていたのか。確かにあの鎧は、言えても、あ、ユージオ、まさか、早すぎる。早いって、何が。儀式の完了がです。お前の相棒はユージオは、すでにシンセサイズされています。嘘だ、そんな。だって、君の時は3日2晩かかったって。それは私が必要な術式の詠唱を拒否したからだと元老長は言っていました。つまり、術式さえ唱えさせられれば3日の儀式は必要ないということ。ただ、それにしても早すぎる。ユージオがおじさまと戦ってからまだ何時間と経っていないはずなのに。そうだよ、ありえない。ユージオがそんな簡単に。これはきっとまやかしの術か何かで。しっかりしなさい。ここでお前が動揺すれば、助けられる者も助けられなくなる。助ける。そうです、お前は言ったはずです。聖護騎士に本来の記憶を取り戻させる方法があると。ならば、ユージオも元に戻せる道理。そのために何としてもこの局面を乗り切らねばなりません。ここは俺に任せてくれ。わかりました。ですが、油断しないで。あの騎士はもうお前の知っているユージオではない。ああ、ユージオ、俺のことがわかるか。俺はキリト、お前の相棒だ。ルーリットを出てからの2年間ずっと一緒にやってきただろう。ごめんよ、君のことは知らない。でも、ありがとう。何かな。僕の剣を持ってきてくれて。え、真意のカイナ。その剣でどうするんだ。君たちと戦うんだよ。それがあの人の望みだから。ユージを、誰かに命令されるまま、自分が何者かも知らず、戦う意味さえも分からずに戦うつもりなのか。お前の敵は俺たちじゃない。
お前は最高司祭と戦って大切な幼なじみを取り戻すためにここまで。戦う意味なんてどうでもいいんだ。あの人は僕の欲しいものをくれるんだ。僕にはもうそれだけで十分なんだ。お前の欲しいもの、それはアリスより大切なものなのか。知らない。知りたくもない。君のことも誰かのことも嫌なんだ。もうのはユージは覚えてないだろうけど、お前に剣技を教えたのは俺だ。師匠としてまだ弟子に負けてやるわけにはいかない。教えているのだ。この勝負に終わりはあるのか。友情、やっぱりお前は強いよ。いつ追い越されるかとは思ってたけどな。無駄口を叩いたことも容赦はしない。終わりにしよう。なぜ邪魔をする。バカ野郎、手を出すな。
君とユージョーは共にルーリットの村で育った幼馴染だ。そんな二人を戦わせるわけには。ユージョーはアリスに関する記憶を奪われたと考えるべきでしょうか。ああ、そう思う。最高司祭はシンセサイズの秘技でユージョーを最も大切にしている人の記憶を奪ったはずだ。ですが彼は私を見ても何の動揺も示しません。でもだとしたらユージョーは一体誰に関する記憶を奪われたんだ。それを二人で確かめましょう。ただ目にするのではなく剣を交えることでユージョーに奪われた記憶を刺激できるかもしれません。ああ、分かった。二人でユージョーの目を覚まさせよう。あの人のために。俺もお前に負けるわけにはいかないよ、ユージオ。約束しただろ、最後までお前と一緒に塔を登るって。今のは前にルーリットの村で見た。まさか俺とユージを。アリスは知らない、知りたくない。
許しよう。なあ、そろそろ戻ろうぜ。バレちゃうよ。まだ大丈夫よ。もう少し、もうちょっとだけね。なんだ、二人とも朝から見かけないと思ったらこんなとこにいたのか。一体何をやってたの？バレちゃったわね。3日ばかり早いけど、ユージオ、誕生日おめでとう。え、これ、僕に、こんなすごいもの。お前の兄ちゃんが持ってるみたいな本物には負けるけど。でもこいつは、雑貨屋に売ってるどんな勃拳よりもすげえんだぜ。ほんとだ。これ、兄ちゃんの剣よりも重いよ。すごいや。僕、大事にするよ。ありがとう、二人とも。嬉しいな。こんな嬉しい誕生日の贈り物、初めてだ。おい、泣くなよ。思い出したよ、ユージオ。俺たちが出会ったのは2年前、あのギガスシダーの前じゃない。もっと昔、幼い頃に俺はルーリットの村で大切な幼馴染と同じ時間を過ごした。ユージオ、そしてアリスと。なぜこんなに大切な記憶を俺は忘れていたんだ。北の洞窟への冒険も、アリスが禁忌を犯した瞬間も、そしてあの時、アリスが聖豪騎士に連れ去られる場所に俺もいたんだ。お前だけのせいじゃない。お前だけの責任じゃない。アリスを取り戻す、それはユージオと俺二人の目的だったんだ。やっぱり俺はお前と出会うためにここへ来たんだよ、ユージオ。キリッド、アリス。ユージオ、思い出したのか、ユージオ。ああ、僕も思い出したよ。ユージオ、キリッド。リリースリコレクション。ユージオ、なんで。ごめんよ、キリト、アリス。僕を追ってこないでくれ。